やべ、最悪だこれ。いけるか、これ助けて、助けて、助けて。これ弁当か、弁当見ました。私弁当見ました。ちょ、逃げないで、逃げないで。ちょ、クロマ、クロマ、クロマ。あー、最悪これ。ちょ、クロマさんと一緒に行動しよう。マイクだけだとね、外したって思っちゃうから。一番いいね。これで外し忘れを回避できる。イゼロ。ダダツダダツツダダツダン。ドゥルル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 ルダダツダダツダダツダン。セルフ BGM 決めていく。マジでさ、何回も言うけどめちゃくちゃ合ってるよね、あの BGM。走れ先端恐怖症くん。ヤマンガス、おもれえな。まあ、すぐ飽きるかなって正直思ってたんですけど、飽きねえな、おもれなく。す、クロームクロス。仕事だと思って押しました。ごめんなさい。大学士か？あ、すいません。すいません、サントスです。残り10秒前くらいでアルトさんと一緒に行ったので、10秒から15秒前で殺しての死体学習じゃないことは証明できます。はい、僕の証言なんですけど、最後に見たのは、ゲン・アベレージ・スナラザメが、どこだっけ？アドミンからで、アドミンに最後いたのが分かってて、そこからストレージ方面に抜けてって、そこで僕はストレージが閉じ込められたので、その位置からは分かんないです。3人で行動しました。最後、メトベイター1人います。はい、竹雄です。あ、いたんだ、違うんだ。なので、うん、僕はロアエンジン付近とか、なんかその辺か、エレクトリカルとかで死んでんじゃないかなって思ってます。あ、アベレさんも下行ったってこと？はい、ゲンアベレージスナザメが下方向に向かってるのはアドミンから出てて、はい、ここに一緒にしたりしてます。はい。で、その他に情報はその姿ストレージャーしましたんで、あの右から左にっていうのは難しい。その後の情報はというか、砂雨さんと源さん視点でアベレージさんがどこに行ったかって分かんないですか？で言うと源さん先喋ってほしい。そうですね、砂雨さん私でも、まあ、でも結局一緒なんだよな、これ。あのロアエンジンまで私ご一緒してるんですね、アベレージさん、砂雨さんと。で、砂雨さんの方が一歩先にあの上にリアクター方面に行かれました。で、私も砂雨さんから一歩遅れて、アベレージさんを残して、リアクター方面に行ったタイミングで上と下のドアが閉まったんですね。で、俺とすれ違って何？どういう時系ですか？あ、じゃあちょっと時間少ないんで、ストレージから、アベレージさんとエレクトリカルの方に行きました。で、アベレージさんがエレクトリカルに入ってったのを見て、確か私ロアエンジン突っ走って最終位置リアクターです。なのでおそらく下位置はエレクトリカルかなっていう。あれ、ロアエンジン、いや絶対エレクトリカル。ゲンが証言します。ロアエンジンまでアベレージさんとご一緒したので、あれ来ましたっけ？ごめんなさい、来ましたっけ？高田さん、じゃあごめんなさい、間違えた。エレクトリカルに行って、エレクトリカル出た時にストレージの扉が閉まってたから、どのタイミングの扉の開閉のこと言ってんのかなと思って、全然なんか時系ですか、自分と合ってないな。それはあれです、ローアエンジンとアッパーエンジンが閉まったっていう話ですけど。ああ、そういうことなんだ。じゃあ合ってるのか。あれ、あの時ゲンさんって言いました？私の並走したってことですか？いいですか。あのエレクトリック、ストレージ、ローアエンジン、リアクターに、私なんかアベリンさんが後ろに走ってついてくるなってな。ゲンでピアでいいんじゃないですか？いや、でもいいと思います。ですし、もう一回話していいんじゃない？ゲオさんが、いやでもないか、証言食い違ってるもん。先業務連絡で、ミュート解除し忘れを防止するためにも、スピーカーミュートでお願いします。はい。はい、やる人は、ね、で、ごめんなさい。ちょっと私から、ちょっと喋っても大丈夫ですか？はい、どうぞ。はい、アドミン出ました。私視点です。見逃しとかもあります。私視点です。砂ザメがアドミン出て、ちょっと後ろにアベレージさんがついてきました。ストレージまで行って、エレキトリカルについたあたりで、私はちょっとアベレージさんをちょっと視界から
見失ったんで、ちょっとエレクトリカルに入ったのかなぐらいに思っちゃってました。でそのままロアエンジン行ってリアクター行って、数字の合わせのゲームをやってましたが最終位置です。ゲンも発言しておきます。ゲンはロアまで砂ザメ、ゲン、アベレージの順に入っていったのを確認しています。で、あ、ごめんなさい、じゃあゲンさんに流してます。アベレージさんは左下の、タスクの方に行かれて、私はそのタスクがなかったので、上に行きました。ロアエンジンに残ったってことですか？ロアエンジンにストレ、アベレージさんを一人残して、はい、はい、了解です、リアクターの方に行きました。はい、でそのタイミングドアが閉まりました。で、私もリアクターの方まで行かれた砂鍋さんはタスクをやられてたんですけど、なんかタイミング的に見ると砂鍋さんが弁当入ってロアエンジンで殺して戻ってきたようにどうしても見えてはしまいます。私の後ろにも他の方がおられたら別ですか？原産してアベレージさんはエレクトリカル入る素振りはありました？エレクトリカルでアベレージさんと砂鍋さんと私で3人セットでほぼほぼ行動してて、3人セットで出た記憶があります。ごめんなさい、じゃあ源さんちょっと意識なかったかもしれない。あれ？エレクトリカルに入ったんじゃないんだよね。エレクトリカルに入ってないんですよね。誰に聞いてる？誰に聞いてる？3人に聞いてる。源さんと砂鍋さんに聞いてる。エレクトリカルの中には入りましたか？確実に見てないです。あ、いや、砂鍋さんと源さんが。源さんは入った主張で、砂鍋さんが入ってない主張ってことだよね。砂鍋さんも入ってるって言ってませんでした？エレクトリカルタスクをやってたみたいな話をしました。私はエレクトリカル入ってないです。私はストレージ、ロアエンジン、リアクター、最終位置です。エレクトリカルのやつは、アベレージさんがエレクトリカルに入ったんじゃないのかなという勘違いをおっしゃいました。ごめんなさいが今日の主張です。なんでここですか？まあ別にいや、記憶違いっぽいね。次、竹雄をします。お願いします。あ、スピーカーメイト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 で。ミュートする人はスピーカーメイトで。でも、なんかあんまり、大事じゃないけど、他の容疑者とかのお金もあるからな。はい、竹雄さんより言語をした方がいいと思ったので言語をします。はい、ロアエンジンにアベレージさんを残していたんですよね。ゲンさんの主張だとそうです、はい、で、スノザメさんはタスクをしたのはリアクターの位置でやってたっていうことですか？リアクターでやってて、エレキトリカルあたりからもう私アベリーさんを視界から見失っちゃってました。なので、でも後から結構離れて後ろからついてきたので、アベリーさんが単純に視界に入ってなくてついてきたっていう可能性もまああるってあります。なんかまあいや、なんかいや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 、もういいや、記憶違いっぽいし、だとすると大事なのは、原産さんさん、お互い合ってるかって感じで、原産は砂鍋さんっぽいって言ってて、砂鍋さんはどうですか？ごめんなさい、本当に原さんがいた記憶が抜けてます。ごめんなさい。ってことは疑ってないに分かんないって感じですか？ただ、誰がついてきてる、誰がついてきてるって意識してながら走ってなかったんですよ、あの時。疑ってる人を知ってほしいですね。で言うと、原さんが仮についてきたんであったら原さんです。ちょっと待ってください。リアクターからロアエンジンに、ベントキルしに、あらかじめ潜んでベントキルしに行ったっていう可能性はが、原産視点だとあります。砂ザメがっていう主張です。第三者、そもそも第三者はリアクターに潜んでって、ロアエンジンに移動してったっていう可能性は。原含め3枚がエレクトリカルにいる間に一歩先にロアまで到達してたインポスターがいて、はい、でそこでザシュってやったパターンをクロスさん割れてる。それももちろんありえます。それ多分絞れないので分かりません。はい、いや、絞れるんじゃない一応。まあ、他の人は聞きたいのが1点あって、 O2 なってる時って源さんたちまだアドミンにいました？いつの話ですか？あ、それは O2 なってる時が僕が最初にやって、はい、で3人も一緒にいました。あ、 O2 なってる時はアドミン、はい、後の話ですよね、はい、出ていって、ね、そうです。 O2 から、ストレージ入ってるのを入っていくのを僕は目撃してて、そこからストレージからの先は高田さんって O2 なってる時どこいたんですか？俺どこいたっけ？高田さんのそのエレクトリカルのその動きの話が、いや、そう、だから会えば話が合うんじゃないですか？だから整理すると、ゲンスナザメが容疑、殺したか、ベントの誰かがもう一人いるかの話をこの後話しますか？どうしますか？とりあえず部屋でいいんじゃない？プレスナザメ、あ、なんかもうちょっと話し合える感じはだけど、竹
高田さんの話とか聞きたかったですけどね。まだ話します？ごめんなさい、もうね、ちょっとね、ナイスナイス、他業種の話をしたかったんですけど、はい、発言のタイミングをもらえなかったんで、いいですか。ですね、先ほどの話から察するに、スナザメ現アベレージが、ストレージから、時計回りで回ってたと思うんですけど、タケオはその一足先に、時計回りで動いてたんですよ。で、最終地点が、メドベイなんで、弁当はですね、ほとんど使えないと思います。容疑者がいるってことを言いたいですかね、そこの中に。だから、ゲンスナズメで一郎いると思うんですよ。うん、竹尾さん目線はそうですよね。はい、で、あと高田さんとすれ違った運転の話が結局漏れてたと思うんですけど。高田さんの動きが。いや、俺はすれ違ってないのに、エレクトリカルにアベレージとかが入ってきたっていう主張がめちゃくちゃ不自然すぎてよくわかんない。俺、エレクトリカルの中にいたもんだって。でその出た時にストレージの扉が閉まっていて、ストレージが開いてカフェ側に抜けて、その時多分先端が誰かとすれ違ってボタンだったはずだから。高田さんが怪しんでるのは砂ための主張、現の人、どっちですか今の話。いや、どっちもおかしいと思ってる。あ、だとすると多分砂ザメさん視点だとローアインジン突っ切ってってるんですけど、ジャッカーブリーさんが上に移動したのをエレクトリカに入ったと勘違いしてっていう話じゃないですか。まあ、だから分かんないけどね。俺はどこが変だと思ってるから。おっしゃるから釣ろうよ。竹尾さんがどっちか言った方に合わせますか。いや、ペアでいいでしょ。ペアでいい、そう、ペアでいいのと思うけど。釣るんだったら砂爪さんにしてください。いや、高田さん視点はあれですよ。だからエレクトリカルに誰も入ってきてないし。入ってきてないし、俺は誰ともすれ違ってないから。じゃあ、釣らないの。まあいいや。じゃあ、釣る流れだったら、まあ、いや、釣らない、釣らない。僕はもう原作に投票して、じゃあペアでいいです。はい、じゃあスキップします。私はリアクターに入ったタイミングで、ロワーとアッパーが閉まったのは確実なんですね。それは誰の主張ですか。あ、そうです、そうです、それの主張です。それ正しいです。私はその主張してないですけど、まあ多分閉まったんですで言うんだったら私リアクターの中で話がややこしいんじゃん。わかんない。これ狼の勢いってないんですか。いやー、ちょっとちゃんとスピーカーミートで、ゲンの代表ミートで、ただの気持ち違いで一旦片付けたかったけどな。ややこしいんじゃ。他の人があれば洗えてないから、釣るのも危険だしね。基本的に釣りは、追放はリスクでしかないから、このゲームは。他の可能性考えなかったのは気になるよね。だから先にね、クロスさんが言う前にお互い疑い合ってますかって確認したんだけど、まあ、ゲンさんが一足先に砂染さんで確信してるのがちょっと早計かなって思ったよね。それはインポスター的な思考だなって思ったんだよな。近くで言うと砂染さんの方が人間っぽい思考ではあるよね。はい、数字わかりません。はい、数字わかりません。紫。紫青。紫青。じゃあ色。黒、茶色、紫。わからん。記憶違いとか、動機ずれとか、もろもろあるからね。んーしゅ。青、茶、黒。青、茶、黒。アントスさんが釣りたがってたのは、あれ何なんだろう。緑、青、緑。青。いけるか。はい。上から行きます。怖いんで。解除されない。
ょっと手伝ってください。はい、わわ、しましょう。わわわ、はい、はい、ごめんなさい、ミュート解除しました。はい、あ、ゲンです、ゲンです。リポートは鳴ったんでとりあえず押したんですけれども、どこで鳴ったんですか？コミュニケーションの下ぐらいです。コミュニケーションでサントスさんかダウンロード終わったらリポートが光ってたので押しました。僕最後に見たのは O2 前にセキュリティでサントスさんとすれ違ったぐらいですね。砂ザメ、今日はあの私目線だともうゲンさんです。あの、うん、コミュニケーションに私とゲンさんいて、サントスさんが入ってくるのを見て、うん、殺されてるので、見えました、サントスさん。見ました。で、ストレージからコミュニケーションに向かって、はい、私を見た人が一人やら、クロムさんかな、あれ。竹尾です。竹尾さん。で、私は多分ゲンさんと距離を取ってたんですよね。あの、私とゲンさんがコミュニケーションの中にいると、ドサクサキルが起こると思って。はい。なので、竹尾さん視点だとしたら、ストレージの通路に立っていた私を通り過ぎてゲンサントス、ゲンさんが突っ立ってるのとサントスさんの死体があったのを見ていますか？ですね、竹尾視点説明させていただきます。アドミンを見ていました。コミュニケーションが2に立ったタイミングがあったので、うん、コミュニケーションに向かいました。その時停電が起こりました。でも私はコミュニケーションで殺害があるだろうという予測が大体できてたので、もう構わずコミュニケーション行きましたね。砂ザメさんが廊下に立ってました。ゲンさんはコミュニケーションの上の方に立ってました。ゲンさんのところに重なった瞬間レポートが光りましたが、私はコミュニケーションの中を見ていません。しかしレポートは光りました。なのでゲンさんが一番疑わしい位置にいると思いますので、私はゲンさんに投票します。その時系列はおかしいです。砂ザメさんが私がダウンロードを取って間に殺して上に行ってるパターンなので、で言うと、2択ね。無投票はダメよ。無投票はダメ。絶対砂田さんに入れてください。竹尾さんのその人だったら、私はもう白角になってる。これで私から行くんですか？白角にはならないです。あ、白角にならない。せめて絶対ローラーしてください。砂田さんもワンキュー必ず狙ってます。お願いします。これできる助かるないな。最速で直したった。あれ、ナイス。連れてる気配はあるんですけど、まあ、ローラーどうしますか？まあどっちでもいいです。で、あのもう先に決めちゃいますか？ローラーするんだったら、多分次の議題をこの時間使った方がいいと思いますし。しろ。次の議題に。砂鍋さん釣らないでいいと思って、竹尾が砂鍋さんにつくんで、それで許してもらえませんか？いいですか？っていうか多分別の話になってきても、どうせゲンさんが2つキルしてたら別の話にならないから。あ、了解です。じゃあ今の話をしましょう。今あの本当に村の村に議題任せます。砂沢さんを釣るかどうか。あ、です。一応ゲンさんはその僕が最初に先にクロスさんを差し置いて、先に お互い疑い合ってますかって聞いたのは、第三者の可能性を考えないのかっていう意図で先に聞いたんですよね。あ、ごめんごめんごめん。いやいや、全然よくて、その例にもかかわらず、ゲンさんは、その第三者のことを考えずに、砂ザメさん、エントキル一択だったのが、ちょっと気になってたんですよね。確かに、役立てタスクしてるんだったら、あれですよね。そこをキルして持ってくるの、なかなか難しい。っていうか、なんていうか、他の可能性を一切考えなかったっていうのが気になってて、うん、で、砂ザメさんはゲンさんを疑ってなかったっていうのが、ちょっと気になってたから、なんかインポスター視点だとね、誰か一人になすりつけなきゃいけないから、とっさにそういう言葉が出たのかなって。なんかちょっと考えづらいじゃないですか。3人で行動してたのに速攻戻ってきてベント切るって。普通だったら第三者って考えると思う。インポスター視点だったら、砂鍋さんからゲンさんまで全部見えてる位置なんですよ。だったんですよ。ああ、視界が。なので、うん、砂鍋さんがリアクターにもし入って、そこからロアエンジンにベント使ってキルするのはなかなか考えづらいんじゃないかなっていう、2人ついてきてるのは確認できてるとは思ってしまったタイミングでも。今日はスキップか砂鍋さんの2択で、無投票はなしで。スキップします。もう任せる。そこは竹尾さんと砂鍋さんに行動してもらいましょうか。砂鍋さんも月に動いてください。竹尾タスク持ってます。了解です。ミュートするならスピーカーミュートね。
今日めちゃくちゃおもれえな、なんか。めちゃくちゃおもれえな。いい試合多いっすね。なんか。朝日黒。他の容疑者がいないんだよな。サイコパスか？サイコパスだか。緑ピンク、緑ピンク、黒ピンク、緑ピンク、ピンク、緑ピンク、紫もいた。ピンク、緑ピンク、黒ピンク、紫。いけるか、これ助けて、助けて、助けて、これ弁当か、弁当見ました、私弁当見ました、ちょ逃げないで、逃げないで、ちょ黒、黒、黒、ああ最悪これ、ちょ黒さんと一緒に行動しよう。クラムこっち来い、ああ違う、ああは、O2 を、先端クロム高田さんで直してナビゲーションに行き、そして戻ったら、先端さん、このなんていうか、あの O2 ナビゲーションの間の通路に先端さんが死んでいたので、黒川は高田さんがやったのではないかなと。いや、いいぞいいぞいいぞ、ナイス。うちはね、多分俺になるんだろうなと思って。いや、僕なんないです、僕なんないです。リアクター直したんですけど、そのタイミングで僕先端アルトクロムいたんですよ。で、そこで閉じ込められて、で、アッパーエンジンとロアエンジンをその直後にしまって、そのタイミングで僕下にロアエンジンの方向に向かったんですね。で、アッパーエンジンの方にクロム、先端、アルトが向かってるんですよ。で、そのペアの中に2人死んでるってことは、で、高田さんが下方向、ストレージ方面で多分すれ違ってる、確か、のは目撃してるんで、そのタイミングでキルが発生してるっていうことは、逃げる発生してるってことは。それ、1個前の話じゃないですか。多分ね、いや、クロム視点で俺になるのめちゃくちゃわかるんだよ。いや、わかるじゃねえんだよ。でもね、俺は見たんだ、弁当は。そこまで先端と途中まで一緒だったんだけど。だから、頑張れ、頑張れ。ぐらいまで一緒だったんだけど。お前が主人公、カフェ側に抜けてて、そこまでタイミングまで一緒だったんですか？一緒一緒。カフェ側に抜ける途中まで一緒だったから、俺が先に走ってたんだけど。え、でも、O2 とウェブナビゲーションの通路の間で死んでたんだよ。お前が主人公になるんですか？はい。いいですか、1個。センターさんの死体をどこで発見したんでしたっけ？だからナビゲーションと O2 の間ですか？間です、間です。で、今セキュリティに行った方いらっしゃいますか？いません。じゃあセキュリティにアルトさんが死んでます。はい、アドミンでセキュリティ1でした。 僕いいですか？それだとすると高田さんは絶対にないです。いやー、ミキル発生させる要素がないです。いや違うんだ、頑張れ黒目。じゃあ黒川して誰になるんですか？じゃあ黒目、だから黒目さんじゃないの？頑張れ黒目。え、俺視点はだって高田さん。あの、そもそもリアクター直してんのが、僕、クロム、先端、アルトだったんですよ。頑張れ。で、上方向に分かれてたのは、クロム、アルト、先端、3人。頑張れ、クロム。僕はロアエンジン。なんで俺の発言がおかしいんですか？なんで俺、俺スキップに忘れちゃった。俺スキップやったのに、しかも。クロ3点だろ、まあまあまあ。何を言ってるんですか、皆さんは。何を言ってるんですか、クロムさんは。まさかの。なんで村こらしてるね。まさかの。いや、でもあれ、クロムさん、変なこと言ってなくないですか？言ってない、言ってない。クロムさんは言ってない。うん、シンプルに、リアクター直した後に、ダマになった側から、死体がだんだん上がっているので、クロムさんが疑われているという時系列です、ね。しゃあない。あれ、これ、砂染さん残っていい？クロムさん、2回なったって言えばよかったんじゃない？
リアクター。これ最悪リアクターってであるか大丈夫か。まあ全然あるけど。いやー。うわ、完全になんか何言ってるか分かんなすぎてスキップするわ。いや、しゃあない。だからお互い視点か。しゃあないと思う。そうそうそうてか、逆に今の場合は人狼側がうまかったってことですよね。うまかった、高田さんうまかったし、あの、センターめちゃめちゃ俺見つけた瞬間笑ってたからね。起きてるのがでかくて、2キル1人でやってることになるので、そうそうそう。そうですよ。でもできる時間帯でしたね、本当に。時間的にはできるんだけど、やっぱりアリバイ作りがお見事ですね。弁当を見てずっと、クローム助けてくれって言ってたのに一瞬で別れちゃってその瞬間殺されちゃったんだよな。あそうだね。クローム気づいてくれ、クローム俺は弁当見たんだ、俺たち親友だろって言いながら。これクロスさんが死んだんじゃないか。あそっか、そういうことか。死んでない。クロスさん視点はじゃあ誰だったんですか。え僕クロムさんしかありえない、ありえないっていうか、いそういそう僕視点だとリアクターをクロムセンターアルトで直す。俺とクロムセンターアルトいたんですよ。で僕ローアエンジン方向から抜けてって、そこで高田さんのすれ違ってるんですね。でこれ2キル発生したってなったらクロムさん以外にありえないのかなって思って、その後このすれ違った高田さんがセキュリティで殺してクールタイマー溜まります。30秒経ちました。あーレセン、どうですか。いいですか。タスク勝ちじゃね。タスク勝ちでいいと思いますけど、タスク誰が終わってないですか。僕は終わりました。終わりました。あれ強まってんじゃん。じゃあもう勝ちだ、クロムさんだね。じゃあもうね、サボタージュだけ気にすればいい。サボタージュ、はい。いやちょっとクロスさんのその多分見間違いとかあったんじゃないかな。ちょっと待って、こうわかんないのか。竹の砂ザメ僕視点だったらわかるから、はい、そうそうそう。じゃあ僕視点だとあそれクロスさんが一応あるのか、ね、と思うんですよ。別にここで釣らなくてもいいかなと。あまさか村目線そうだよな、ね、まあおそらく、まあ、クロスさん視点からすると多分ロアエンジンですれ違った高田さんがセキュリティで出してってやって、そこから実は30秒経ってた。もうエレクトリカルベントの可能性があるのか。あのロックの仕方は黒じゃないからな。そこからまたまぐるっと回ってるっていう可能性は全然あります。今幽霊終わってないとしたら黒目さんかな。まあ俺かもしれない。どっちみちタスクで勝ちたのか。ミリだからあと幽霊に頑張ってもらうということで。あとは幽霊申し訳ないな。じゃあスキップですよね。いやそれはね、スキップが上手だったからね、はい、了解です。弁当ね、コーレスのサイダスキップ。ごめんなさい、入れてないっす。あれドキドキしてきた。あれ本当にこれでいいのか。いや申し訳ない。いやいや、すしゃあない。裏目線は総理でいいはず。まあ俺なんですけど、ね、待ってます。頑張れ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 、すげえすげえ、いいなー、すげえすげえ、頑張れ頑張れ、すげえすげえ、まあ、壁抜けられるけん楽よね、まだね。砂亀さんとか終わったふりじゃないんですか。ずっと私追尾してましたよ。え、まだ終わった。あと2個ここで終わり。頑張れ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 、あーあーあーよかった。いやー全くないだから決まってました。クロムさん申し訳ない。お疲れライスでした。何の話。危ない。大丈夫全然謝って、なんかみんななんかそうか。いやこれはもう人狼がうまかった。うまかった。高田さんがうまかった。だって俺のペント見えた。見た見た。だからずっと見ちゃう。そうマジ危ない。そうだからもう一回霊界でも言ったんだけど、マジクロム、マジクロム、お俺を助けてくれ助けてくれクロムって言いながらずっとくっついてて、クロムさんは、クロムさんは我関せずスイー。そう、一瞬離れちゃってその瞬間やられたから。その瞬間見られたーと思って。アルトをそうセキュリティで殺した後にイベントでメッドベイに出たらちょうどセンタンがいたっていう。そう。なるほど。いやー初手発言申し訳ねえなー。いや全然記憶が曖昧だった。いやでも。クロムさんが強かったです。あの状況証拠的なものしかないのに武雄さんの発言で私に6、7票ぐらい入ったので。武雄さん。武雄さんがね白すぎたから、武雄さんと砂亀さんの二郎とかも全然ね終えるはずなんですよ、ね、けどあまりにも自分からペアを言って、あれやつよかったね。身元引受人が突然現れたからびっくりした。どっしり構えられすぎてきつかったですね。お見事。弁護人が突然来て彼を許してやってはくれませんって言われたから。かっこよかったね。そういうパターンがあるのかって思って、ね、信じてよかった。いやよかった。危ねえ。ローラー止まった。完全にクロム海外ないなと思ったら、止まりましたね、きれいに。ずっとキルの話を
ドラ速攻だったら多分負けたな。ちょっと通路に出てよかった。いやもうあれ、ナイスでしたね。砂雨さん通路でしたのナイスでしたね、あれ終わったとか、うん、あれも見事です、もう正解でもう。そう、やっぱり、ね、砂雨さんっていうあの、あ、これもうどさくさきに起きそうな気がするって言ったから、せめてなんか2人発言した時、2人発言者がいた時に、うん、そうだから差別しないとっていう、来なかったら多分あそこまで票も固まるはずなんで、ちゃんと見てそこから言ってるのが偉いんですよね、武雄さん、偉いね。コミュニケーションがそっか2になるのか、またキル位置を考えれば。いや、メトベイで2になった時も僕見に行ったんですけど、砂亀さんとゲンさんが多分いたタイミングだったんですけど、あれ初手って砂亀アベレージゲン3人が並走してたんですか。はい、並走しました。ああもうダメだ、全然覚えてなかった。あれは何だったの、アベレージさんは行った、はい、エレクトリカルに。いや、行ってないです。行ってないよね、もう俺行ってないんだ。いや、単純にあの時って、あの時ってあんまりその記憶をしながら走ってない時だったので、なんか適当にリアクターやるかぐらいな、なんか頭空っぽで走ってたから、確かそんな感じだった気がするみたいな時に、あの高田さんとか源さんが、いやエレクトリカル入ってないですよって言ったんで、あ了解です、記憶違いですみたいなリアクションをしたのが、村的にはちょっと黒く見えちゃったっていう。普通にアベリーさんはロアエンジンの左下でキルしてます。はい、はい、いや高田さんでも超白だと思っちゃったので、さっきの高田さん、いや俺ね何にもできなかった、最初序盤にキルタイミングがほんとなくて、高田さん目、うん、クローム目線高田氏黒だよねって言われた瞬間、あ、じゃあ違うんかなっちゃった。もう俺はセンターさえ殺さないとって考えてたから、そのあとのこと何も考えてなかったから、そうだよね、塗り方塗り方分かったってえ、ちょっと別の人いたんかってなっちゃって。あ、そっかそっかそっか。ちょっと身元引き受け人強かったな。竹雄さん良かったですね。いや、竹雄さん強かった。発言の。砂雨さんのドラストップできたらめっちゃ強いですね。あれでかかった。あれでかいですね。あれなかったら負けてますね、多分。センターさんの推理かっこよかったな、あれ。あれかっこ。そう。第三者、なんでいないの、これもチェックメイトだねっつって。そんなそこまで言ってねえよ。誇張するな。チェックメイト、漫画のセリフみたいな感じの。いやー、遥か高みから見下ろしてる感じがする。見下ろしてましたね。いや、ちなみに高田さんがなんかエレクトリカルであの入った入ってないは、あれはなんか議論を混乱させるため。いやいや、本当のことで、俺どういう行動がゲンさんとかって取ってんのかが分かんなかったから、本当に整合性取れてなくて。でも多分かそう勘違いが生んでて、俺もそれに普通に巻き込まれてたから分かんなかった。あでもそういうとこ面白いですよね、やっぱ。あれどうなってんだろうと思って。記憶違い勘違いが面白いからな。うん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 、いや本当にあの意識して走ってる時はと走ってない時はいやもう全然分かんないですよ。むしろ僕砂雨さんについてこうつって行動してたから、多分それが変な感じだったんでしょう。多分あの時自分の思考としてはエレキトリカル入りたくない入りたくない、なんかそんなことばっか考えていたのが、いつの間にかすれ違ってアベレージさんが入ったみたいな感じの、なんかこう記憶のごっちゃが起こった。今日いい試合多いっすね、変な発言が多い。いや楽しいっすね。いいっすよ。あれね、一応補足したクロクさんがクロムさんを疑うのはめちゃくちゃ自然だから、うん、全然。そうそう、でクロムさん目線は「はっ、え何言ってんの？」ってなるけど、うんうん、村目線はそう合ってるから、いやだから村目線は一応はそので私目線だともうイチロー落ちてるので、うん、ってことはイチローが2キルだと、でキルクールタイムの30秒を考慮するとクロスさんは筋が通ってるで、クロムさん取ったって感じなんですよね。クロスさんなんか嘘言ってる感じに見えなかったんだよな全然。そう、だから全然クロスさんがなんかすごい純粋にめっちゃ怪しんでくるから。だから先端アルトさんで3人抜けてったから、うん、あれこれ2人死んでるってことはそう、そういうことなんじゃないかな。いやまあでもそう思わせるキルがうまかったってことですよ。そうそうそう、いや俺使ってたからね。そうでも俺抜けてってないんだよな、うんうん、でもね結果クロムさん釣ってるのが結構インポスターしんどくなってて、あそこクロムさん残ってる方がまだ他に濡れた可能性があるから、ベント主張で、あもうクロムさん釣って終わんなかったらもう高田だよねってなっちゃうから、結構クロムさんから釣り入っても負けかなって思っちゃう。でも砂上さんと竹雄さん視点って高田さんかクロスさんか分かんないですもんね。分かんなかった。じゃあなんかもうクロスさん頑張って、もうでもクロスさん濡れないな。
分かんなかった塗れないんだよな。分かんなかったので、だから正直ちょっともうタスク終わってくれって祈りながらっていう最終日だった。クロスさんが一番びっくりしただろうな、クロムさん。確かに、まあ、びっくりしますよそりゃ。ちなみに言ってそうですけど、タスクって今全部で限界量まで上がってるんでしたっけ、今一番多い設定なんじゃないか。ありがとうございます。なんかタスクがちが多いから増やせるなと思ったんですけど、確か限界量ですね。そうだから増やせた方がいいんだよね。限界量全然少ないですけど、ね、あれちなみに幽霊だったのはクロムさんが最後のタスクをやった感じですか。あ、アルトですね。あ、アルトさんか。アルトが3つぐらい残ってたんでそれやってました。はいはい、ちょっと申し訳ない業務連絡なんですけど、ボット、はい、ボットが混み合ってるみたいで、まあ日曜日のだから今ちょっと皆さんつないでくださってます今。なるほど。いやだ、最終日その O2 とアドミンが鳴った時に、タケオスナダメが O2 向かった時にどっちかやべえと思って、そうそうそう、別れなきゃって、すげえ白だって分かってんだから砂ザメさんに任した方がええやんってそうっていうのをお互い思っちゃって、あのウェポあたりでちょっともじもじしちゃったっていう、もじもじしてどっちが O2 行くみたいな感じの。